はい、どうもこんにちは。ビンビール大好き男 AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ今日もですね、世界中のビールを楽しむやってみたいと思います。この動画でですね、僕99本目の動画になってますね。で、世界のビールは48本目ということで、ちょっと冷やしてますので、ね、取ってきます。さあ行くぞ。はい、じゃあね、今日飲んでいくビールこちらになります。バドワイザー、原産国アメリカ、アルコール分 5% になってます。商品のね、詳細説明は動画の概要欄にね、書いておきますので、詳しく知りたい方はね、ご覧ください。で、簡単にね、ポイントだけ言っておきますと、世界6大大陸、85カ国で暗飲されているナンバーワンのアルコールブランドとなってます。さあ、楽しみです。飲んでいきましょう。おっと、あ、これ回すやつか。色がね、超薄めだね。もうすっきりしてそうだね。飲みやすそうです。さあ飲んできますか。はい、じゃあ今日はですね、ナンバーワンアルコールブランド、バドワイザー飲んでみたいと思います。いただきます。乾杯。いやー、こんな味だったか。なるほど。うわ、水っぽ。すげえ。バドワイザーはね、僕ね、若い頃、本当ね、20代前半、20歳ぐらいかな、に飲んだことはあります。でもね、覚えてないですね。で、昔は僕、ビール飲めなかったんで、まあ、これでさえね、苦いとかまずいと思ってましたね。普段は飲まないです。全然。うん。今日本当にね、何十年ぶりだ、20年ぶりかぐらいに飲みましたけども、もうね、水みたいですね。飲みやすいと。なるほどね。めっちゃ飲みやすい。いやでもこれでアルコール 5% かって感じだね。なるほどな。よし、もう一口いきましょう。飲みやすい。美味しいね。まあね、バドワイザーといえばあれですよね、バドガールをすぐね連想しちゃいます。で、子供の頃からね、まあ、バドガールの存在を知ってましてね、まあ、憧れてましたけども、まあ、大人になってみてもね、全く縁もゆかりもないって、そんな感じかな。一回だけね、ビアガーデンでね、まあ、見たことがあるかな。うん、でも全然ね、なんだろう、バドワイザーにもバドガールさんにもね、縁がないっていう、まあ、そんな感じですかね。あとはですね、僕あの YouTube を始めてそろそろね3ヶ月経つんですよ。でね、9日か、まあ、夏休み取ってた期間があって、そこ以外はね毎日更新してます。で、入院してまして、退院後はね、ほんとそこからね毎日更新続けてるんですけども、やっとね今でね、これでこの動画で99本目というところで、YouTube の世界は僕ね、やり始める前からいろいろ調べてましたけども、100本投稿からがスタートと言われてるみたいで、やっとね、まだスタートラインも立ってないと、やっとスタートライン立つっていうような感じ、状況になってますと。で、まあ僕がね、こう作ってきた動画をこう見返すとですね、こう急激にね伸びた動画が1本あるんですよ。これがね、本音でガチるシリーズの徹底比較デニムの縮みについて。これがね、急激にこう、なんだろう、アップロードして、1週間、2週間後かな、急にね、うわっといきまして、それまでね、一番こう、圧倒的にね、再生されてた動画が、こうね、クロームハーツの財布の動画やったんですけども、まだ抜いてないけども、今のペースだとね、確実にそのデニムの動画の方が抜くと、そんな感じになってますね。
ちょ、ね、もしまだね、僕のねデニムの動画ご覧になられてない方いらっしゃいましたらですね、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらご覧ください。よし、ラスト物件見ましょう。というわけで今日はですね、アメリカのビールですね、バドワイザー飲んでみました。で、僕ね20歳ぐらいかな飲んだことあるんですけども、まあ、久々にですね20年ぶりぐらいに、ね、飲んでみたというとこです。で、昔の印象はすごいね苦いまずいでしたけども、今日飲んだらね水のようでした。で、同じような感じで言えば、同じくアメリカのねミラーっていうビールがあるんですけども、本当ね似たような感じで、どちらもねすっごい飲みやすい水のように飲めるビール、そういった感じですと。なんで、こう味覚とかね好みってね本当に変わってくると思うんでね、ビールね苦手な人もねたまには飲んでみたいって思う方いらっしゃいましたら、この2本すごいね飲みやすくておすすめかなっていうふうに僕は思います。よかったらね試してみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルよろしく。